それでは鈴木千尋選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。まあ、やっぱ僕チャンピオンになるって決めてるんで、ここで負けちゃダメだし、なんていうんですかね、散々舐められたこと言われたんで、絶対負けれない試合だったんで、まあ、勝てるって思ってたんですよ。絶対勝てると思ってたんですけど、まあ、ちょっとほっとしましたね。はい、今ちょっと足冷やされてるんですけれども、足の状態っていうのは今どのような感じですか。まあ、ちょっとカーフキック3発ぐらいもらって、ちょっとそうですね、まあ、腫れてるっすけど、でも別に骨とかそういうのはないんで、多分1週間ぐらいで元に治るのかなと思ってて、だから別になんか後遺症みたいなのはないですね。ありがとうございます。対戦を終えて、相手の印象というのは戦う前と後と違うところはありましたでしょうか。いや、でも気合入ってたですよね。それで当然俺も気合入ってたんで、まあ、その結局折れた方の負けなんで、なので多分僕がバックチョークで最後取ったんですけど、僕失神するまでタップしないなと思ってたんですよ。あ、多分これタップしない、落ちるまで落としてやろうと思って、もうギュッと締めてて、でタップしたじゃないですか。その瞬間僕心折ったなと思ったんですよ。だから心の折り合いって僕会見で言ってたんですけど、俺が折ってやったなと思って、はい、